さらに残り3じゃないファウンテンでファイターにアタック。うわあ、あと1だ。ファイナルフェイズ、ファイナルフェイズ、キャスト。何キャスト、キャストできんの。ガルガレイドパンチャ はい、こんにちは、おばちゃんの前田です。はい、今日はですね、バディスマ、スマホでスタートバディファイトで遊んでいきたいなと思います。このバディスマなんだけど、バディファイトのルールが簡単に覚えられるアプリだね、うん、うちはあのバディファイト初心者だからちょうどいいよね。そして1人でも2人でも対戦ができますね。うん、そこがいいね、うん、2018年6月23日発売の新デッキ、そのデッキが収録されているので、うん、事前に遊ぶことができますね。これもすごいね。ね、じゃあ早速タッチして始めましょうか。はい、はい、始める。で、今ねファイトが出たけど、これ近くの友達と対戦とか一人で練習とかあるんだね、うん、でチュートリアルっていうのもあります、はい、でチュートリアルはもう本当に初心者用。そうだね、初心者用ですね、うん、なんでこの基本編をやっていきましょう、はい、じゃあ行きます、はい、開始。チュートリアルへようこそ。ここではバディファイトの基本的なルールを説明するぞ、うん、バディファイトはモンスターとともに相手ファイターのライフをゼロにするのが目的のゲームだ。なるほど。ファイトの準備をするよ。さあカードが配られたね、うん、そしてお、じゃんけんだね、うん、出したらチョキにしようかな。チョキする、はい、うん、お、勝った。勝った、勝った先行だね。オープンザフラッグ、はい、オープンザフラッグ、あ、うん、2人ともドラゴンワールドね、はい、バディファイトはデッキにフラッグがあるんだよね、うん、どういう属性かみたいなのね。で、これはドラゴンワールドだったらお互いにね、うん、はい、じゃあ君のターン、デッキからカードを1枚ドロー。俺のターン。このような自動だね。君ターン、はい、スタートページでカードを1枚ドロー、うん、で、ドローしたカードを確認することができるね、うん、はい、じゃあ OK を押して手札に加わります。次はチャージ&ドロー。で、左側にゲージがあるんだよね、うん、でそこに1枚手札のカードをチャージすることでもう1枚ドローできるんだね。おお、はい、じゃあ今は使わないガルエナジーをチャージ。チャージ&ドロー。チャージして、で、またドローだね。なるほど、はい、これ魔法がドローされたね、うん、はい、OK ですね。メインフェーズ。メインフェーズではモンスターをコールしたりアイテムを装備して攻撃の準備をしよう。じゃあドルフィー、ガルトラ、センターにコール。 OK、はい、コール、コール。さあコールされました、うん、そうすると場にモンスターが行くんでね、準備ができたらアタックフェーズへを押してアタックフェーズへ行こう、はい、さあアタックフェーズだ、うん、先行1ターン目なので攻撃は1回だけ。アタックフェーズはモンスターやアイテムを使って攻撃をするぞ、うん、センターのドルヒガルドラを相手ファイターにアタック。アタック先の選択でファイターへ、ファイターアタック、はい、そうするとダメージが当たる。おい、来た、相手に2ダメージ。おお、今上のあれだね、ライフゲージが減少したね、うん、10から8。俺のターン。さあ相手のターンだからね、相手も同じようにドローしたりチャージャーにドローしたりモンスターコールしたりしてくるね。ファイナルフェーズは必殺技や必殺モンスターが使えるフェーズだ、うん、必殺技や必殺モンスターは強力だがファイナルフェーズしか使えないぞ、うん、ガルガレイド・パニッシャーを使ってみよう。 おこれ横カードだね、うん、キャスト、キャスト、うん、あ、うん、ガルガレイド・パニッシャーの使用コストゲージ3を選択しよう、うん、あー3つ使わなきゃいけないね。ゲージ3つ決定。必殺、お、相手にダメージ、お、これで勝利だ、君の勝ちだ、イエーイ。うちらチュートリアル何回かやったね、うん、で今回はファイト2人でやりたいなと思います、はい、はい、ファイトでこのね、近くの友達と対戦だね、うん、はい、で近くの友達と対戦なんだけど、うん、これね GPS 使って対戦するんだって。だから近くにいないと対戦できないんだね、あ、うん、じゃあどうしますか、募集にしますか。じゃあ募集、はい、募集するとファイト場所番号っていうのが出るんだね、うん、これパパの方で近くの友達等で参加にしてこの番号を入力するんだね、うん、でこれ毎回変わるからね、はい、検索して、はい、はい、入りました。でこれで使うデッキを選ぶんだね、うん、神ドラかギャラクシートライアングルかスパイラル先竜弾、ス
パイラル川柳団ね、うん、でパパはギャラクシートライアングルにしようかな。じゃあ僕は神ドラで。はい、わかりました。さあスタートしました。これはガチバトルだよね、うん、よし、じゃあパパマジでやるぞ。マイトン準備、僕もマジでいくよ。 OK、 負けないぞ。じゃあじゃんけんするよ、うん、いくよ。じゃんけんぽい。お、アイコ、アイコ、アイコでしょ。あ、アイコ、アイコ、アイコでしょ。アイコなんでここで競ってもしょうがない。アイコでしょ、アイコでしょ。よっしゃ、はい、はい、オープンザフラッグ、オープンザフラッグ。スタートのパパのターンからです。スタートフェーズで1枚ドロー、はい、OK、 そしたらチャージします。チャージ&ドロー、 OK、 お、いきなり、いきなりやっちゃうよ。え、何？バディーコール。え、うっそ。バディーコール、センターにバディーコールしました。バディーコール、アストルギア、バディコール、はい、来た。うわー、バディギフトで1回復、いきなり1回復してきたが、はい、そしたらまだコスト的にはいけるので、シニスターをコール、ライトにコールしてこう。あ、しまった、レフトに行った場合これあれだったね。あ、しまった、ミスった。これレフトに行った場合にあれだったんだ。で、アタックフェーズいきます。もう1回だけだよ。そうだね、うい、両方とも2ダメージなんで、アタック先をファイターに。アタック、アタック。どれ、どれ、あれ、キャスト、どれ、あ、嘘、うい、キャスト、なんと無効化、無効化、これでダメージなしだ。あー、しかもゲージ1、うん、1回攻撃だけど、まあ、それはそうだね。よし、あ、ちょっと待ってよ、これ微妙だったかな。いきなり出すべきじゃなかったかな、これ。ターンエンド。ダイシングのターン、うん。頑張ってくれよ、頑張ってくれよじゃないか。ガンマン台でくれよ、ドロー。さあ、何をドローしたのかな。チャージ&ドローするのかな。チャージ。チャージ&ドローした。これしないって選択肢もあるからね。うん。うん。うん、じゃあ、メインフェイズ。もう。コールしてくる。神竜拳ガルサーベルを装備。装備、うん、装備、装備するとファイターでね、うん、攻撃できるからね。うい、装備してきたか。コール、コールしてきた。なんだ、ガルガゼル、ガルガゼルをライトにコールか、ライトにコールか。そしてこれコストゼロだね。ラオフェンガルドラゴンをコール。どこにコール？レフトにコール。レフトにコール。よし。うお、なんかチョワーンって出た。しかも強いじゃんこれ。しくったな。ちょっと待って。アタックフェイズ。アタックフェイズもう？移動は終了。移動はしないでね。やばいなこれ。センターのバディモンスターやられる。ちょっとなんとか魔法で。カウンターしたいところだけど、あるかな、もう。これ、あ、来た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 。でも、お、3000のやつで来たよ。キャスト、カウンター、キャスト、何、攻撃力プラス3000。キャスト、キャスト、キャスト、あ、こ、護衛戦闘、あ、うわ、うっそ、攻撃失敗、攻撃失敗。おし、反撃来た、反撃、うっそー、うわー、反撃、なんで、いいよいいよいいよ、アタック、あ、連携攻撃した。やばい、連携攻撃は防げない、やばい。そう、あ、大丈夫だ、ソウルガードあった、うん、ソウルガード発動、オッケー、ヨルク自動能力発動、自動能力、ドロー、あ、ドローか、あ、びっくりした、自動能力でモンスター破壊されるかと思った。ファイナルフェイズ、ファイナルフェイズは何もないでしょう、ないよね、うん、ダイド、
ああ、よかった、危な、危な。なかなかいい勝負だね。ドロー。じゃあパパはドローして。チャージ。チャージ&ドロー。あ、同じの来たな。待って。もうコストがパパ3だから、いきなりアタックフェーズだね。コールできない。コールできないよ。じゃあアタックフェーズで、まずは。移動。あ、移動した。あ、センターに来たね。センターにいないとね、直接ファイターにダメージ与えちゃうからね。じゃあアタック先で、まずはこの子。アタックして破壊。ジョン。これ破壊できるでしょ。いやで、2回攻撃。うわぁ、2回攻撃。そう。で、今度はファイターにアタックします。アタック、やばいぞ。ファイターにアタック。これで8。キャスト。あっと、キャスト無効化か。無効化。なんと3回復。わっ、3回復。マジで。お、いいね、強いね。これでじゃあまだもう一人いるからね。もう一人でもまだ11だよ。そうだね、まあ、これは与えてようやくまだ11だよ。あれか、ファイナルフェーズでもまあナイス、なんもナイス。ターゲット。あー、オッケー。やばい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 。さらに残り3じゃないか。ファウンテンでファイターにアタック、アタック。うわ、あと1だ。でも残念ながらファイナルフェーズでは出す札がないです。札ってか手札はないです。ああ、必殺技ありません。ああ、よかった。これはエシ君虫の息だね。これはやばいぞ。はい、じゃあ悪いね、エシン君。アタックフェーズいきます。はい、コールはしません。移動。お、移動したね。あ、移動したか。移動ね、移動。まあいいでしょう。よし、ギリ。じゃあこのファウンテンでこのキツネみたいな子をキツネみたいな子を破壊。あー、ジュン、ガルドラゴン。じゃあ、しんくん、ここでちょっとファイナルフェーズ行ってあげるよ。手を抜いてあげるよ。ガチ勝負だから入れないよ。ファイナルフェ。おっと、あれ、しまった。あ、しまった。パパ、条件満たしてなかった。よしよし、ファイナルフェーズで必殺技を放つつもりが条件満たしてなかった。よっしゃ、もちろんした。やっちゃったけど、まあでもこれはドロー、ドローどうしようもないでしょう。さすがに9もライブあったらパパの勝ちでしょう。ちょっとミスったな。チャージャンドドロースキップ。チャージャンドドロースキップ。さあどうするかな、エシン君は。ゴール、コール。何をコールした。ガルガンチュアドラゴンモードカリバーをコール。モードリカバーだね。あ、モードリカバーをライトにコール。ライトにコール。すごいドラゴンが来たよ。うわ、3ダメだこれ。3ダメージ。相手1回復。お、1回復。アタックフェイズ。おお。そうするとどうなるの。移動終了。移動終了。そうするとどうなるの。行くぞ。1回攻撃じゃないんだよね。アタック。ファイターにアタック。うわ、3ダメージ。3ダメージね。どうなる？どうなんだ？どうなんだ？さらに、まあ、さらに攻撃？でも1だよね。うい。はい。1。はい。能力発動。能力発動？カード1枚引く。カード1枚どうなの？まびっくりした。ファイナルフェーズ。ファイナルフェーズはないでしょう。エシン君のやつは少なくともパパのライフを4以下にしないと必殺技使えないはず。ターンエンド。ターンエンドだね。いや、これはもらったね。そうかな。え、ソロ。いや、もらった。まだいけるよ。はい、じゃあチャージアンドドローしとこう。
まだいける？もういけないでしょ、さすがに。パパ3回攻撃できんじゃん。そうかな。いや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 、まだまだ。アタックフェイズいきます。パパ3回攻撃できんじゃん。だって移動センターに。うん、センター移動したね。あ、なるほど、7000なのね。そうそう、そっか。じゃあソウルガードもいるよ。なるほど、連携攻撃、アタック先を連携攻撃。まずこの子をアタックして、ソウルガード、ソウルガードか、ソウルガードか。2回攻撃。あー、でも6000じゃ足りない。ちょっと待って、そういうことだよ。アタック先に選択でこの子にして、なんかないかな。ちょっと待って、キャストする。あ、ゲージプラス2。うん、9000になった。よし、いけるでしょ、これで。はい、これで破壊、OK。 でもこれで1回攻撃はおしまいか。やばい。ファイナルフェーズ、必殺技使えてくれ。必殺技使えない。よしよし、なんで。君はセンターとレフトにいないとダメだ。しまった。よしよしよし、エンド。センターとレフトにいなきゃダメだったんだ。ちょっと、ごめんなさいね。ドロー、初心者だから。ちょっとちゃんと読んどくべきだった。チャージ&ドロー、チャージ&ドロー。ちょ待って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 、まだ大丈夫、まだ大丈夫。メインフェイス、メインフェイスだね。ドリーガルダーをライトにコール、ライトにコール。この子は2回攻撃じゃないよね。あ、2回攻撃か、この子。ガルガゼルをレフトにコール、レフトにコール。うい、あ、コストゼロの子だね。あ、ちょっとヤバいんじゃね。アタックフェイズヤバいんじゃね、これ。ちょっと待って、パパあれできるかな、無効化できるかな。で、あ、嘘、まずモンスターを破壊してくんの、ま、ずモンスター破壊に来んの。まずはモンスター破壊に行こう。うい、ソウルガードと思ったよ。パリン。もったいないな、てっきりファイターに攻撃してくるかと思った。で、ファイターへ攻撃、アタック。うい、1ダメージ。ファイターへアタック。ん、まだできるの。ファイターからファイターに行け。ボン、1ダメージ。これやばいな。自動能力発動、自動能力。あ、ドロー、ドロー、オーケー。ちょっと待って、ちょっと待って、3になっちゃったな、3になっちゃったな。ファイナルフェーズ、ファイナルフェーズ。キャスト、なに、キャストできんの。ガルガレイドパンシャー。あー、やばい、必殺技だ、いけー。あー、4ダメ。よっしゃ ー負けたー、やったー。よっしゃー、うわ、これミスったなー。やったー、完全にパパのこの必殺でいけると思ったら、こう読み違え。まだドラゴンシール残ってたよー、3回復できるやつ。あ、そうなの。うん、よっしゃー。あのね、練習も含めてね、うん、初勝利だね、しんくん。やったー、おめでとう。やったー、よかったね。よっしゃー。はい、そんなわけでこんな風にね、うん、この近くでスマホでバトルできるんだね、うん、面白いね。面白い、面白い、本当面白い、うん、で、それだけじゃなくてね、実はね、これプレゼントってとこあるでしょ、うん、プレゼントをしてもらえる。プレゼントを押すとね、プレゼントナンバーワン受け取りかってなってるでしょ、うん、これちょっと押してもらっていいかな。なんとですね、リアルカードプレゼント、これ店頭に行ってね、うん、この画面を見せると、そのお店の方が押すボタンってあるでしょ、うん、これ見せるとリアルカード、バディファイトのリアルカードもらえる。リアルだ。そう、すごい、うん、いいよね、うん、しかもだってこれただなんだ、無料なんだよ、このアプリ。うわ、すごい、無料アプリでこう店頭に見せるとカードもらえる、うん、超いいね。なるほど、グングガルドラがもらえるんだ。そうだね、これを見せて押してもらうと、うん、で、このプレゼントはね、見てもらうと分かる通りね、うん、他にもまだ続々とあるみたいなんで、楽しみだよね、これね、うん、
はい、ということで今回はバディファイトのアプリバディスマで遊んでみましたね、すごい面白いね、これね、何回かやってるとね、確かにバディファイトのルール覚える、これやっぱいいね、このアプリ、これね、ちょっとリアルのカードやりたくなってきた、ね、本当にそうなんだよね、リアルもゲームも両方いけんね、そうだね、ということでバディスマ、スマホでスタート、バディファイト説明概要欄の方にリンク貼ってありますので、皆さんもぜひチェックして遊んでみてください。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。